皆さんこんにちは。のは今日も暑い一日になりそうです。今日はオルタードスケールを弾いてみます。オルタードスケール、いろんな種類があります。少しずつスケールを理解して弾いてみることもアドリブを作るのに役立ちます。ねえねえ金太郎くん、今日は何して遊ぶの？レモンちゃん、暑いから水遊びがいいんじゃない？レモンは金太郎くんとお相撲がしたいな。じゃあやってみようか。はっけよい、残った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 。子供たちは楽しいこと、面白いことが大好きです。はっけよい、残った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 、バイキンキックアンプンチなどと楽しみながら学ぶことも大切です。オルタードスケール。もう一つ半音上がって D のオルタードスケール。半音上がって E フラットのオルタードスケール。スケールにもいろんな種類があります。今日はオルタードスケールを弾いてみました。バイバイ。ひょっこり音楽講座続く。